線を叩くほどけ東京は地上に死がある日に雨が降って赤い傘さす皆さんこんにちは。島根県西部の一年中ジメジメして深刻な少子高齢化や人口流出によって活気を失った暗い町浜田か笑なやってきたキノコマンです。私たちはキノコマンであるから基本的に明るいところが苦手である。
いろんな要因があり、一年中ジメジメしている浜田は私たちにとって最適な環境ではあるが、私たちはまだ成長していない、いわば子供キノコ。そう、そう、私たちはリトルキノコだ。まだまだ知りたいこと、体験したいことが多く、他の生物たちのようにもっと明るくカラッとした場所に行きたい。私たちの住む浜田とは別の場所に行きたいのだ。次ある曲はそんなところの曲です。それでは聴いてください。あ
ありがとうございます。突然だが、このバンドは男2人、女2人で構成されている。このバンドの男たちは浜田帝国の男代表してると言っても良い。この男たちをどんな特徴があるのか聞いてみたいと思う。それではまず、トラオキノコ。お前はどんなキノコだ？はっ、まっすぐなキノコであります。まっすぐなキノコか、面白い。次、コウキキノコ。お前はどんなキノコだ？はっ、粘り強いキノコであります。確かに持久力のありそうな顔しているな。これ屈強な、このバンドの屈強なキノコたちの紹介は終わります。最後に次の曲やります。すいません、すいません、最後に言わせてください。本日はありがとうございました。もう変わりますね。今日そのキノコ帝国が好きな皆さんの前で、まあ、ちょっとこんな、ね、感じの MC をしてすいませんでした。はい、で、この人たちも浜田の人たちもみんないい人たちなので、ぜひ気軽に話しかけてください。はい、で、まあ、気がつけばね、もう6月になるし、梅雨だし暗くなるし、だけど今日のライブ超楽しいで全部吹き飛ばしましょう。した感じを吹き飛ばす疾走感のある曲やります。はい、いいですか？ついてくださいね。はい、それでは最後の曲やります。キノコマンでした。考えたりした。
ございました。